DHC テレビ虎ノ門ニュース、今後のコメンテーター人事予想、井上和彦さん、和也氏降板、武田教授、須田慎一郎さん、武田恒康さん、毎週レギュラー化にて人事予想をしていました。特に和也氏については、ニュース女子での起用についてこのように述べました。和也氏自身も虎ノ門ニュースに出ることもできないと言っていますが、ニュース女子やオルガン坂は指していません。全部出れないと思ったら DHC テレビと表現する気がします。ここで伺えるのは山田社長の器です。山田社長が百田先生の言いなりではなく、和也氏を育てようとする器があるなら、ニュース女子かオルガン坂で今後和也氏に出演オファーをするのではないかと予想します。オファーすらなければ、山田社長は百田先生の言いなりではないかという憶測がさらに濃厚になりますね、と私は言いました。で、その後のニュース女子で和也氏は出演しています。12月22日297番のニュース女子です。ちなみにこの回は12月10日にニュース女子を3本撮りしたものだと思われます。2020年12月11日金曜日の虎ノ門ニュースより、さっきはさ、あんなこと言っちゃったけど、一平ちゃん知ってた？昨日ね、番組でご一緒、収録でご一緒して、ニュース女子の、ええ、あの3本撮りだったの、言っていいのかな。お疲れ様でしたね。三本撮りで喋りっぱなしでさ、今こんな元気、あと何年も生きるね、とのことです。このことから山田社長は、百田直樹先生の言いなりではない、和也氏も大切にしていると伺えます。ただ和也氏自身の能力的な問題もあり、虎ノ門ニュースは降板した確率は高いなぁという印象です。もし今後虎八に和也氏が出演したなら、それはそれで百田先生と山田社長の力関係の物差しとなりそうです。次に年末特番について、2020年12月31日木曜日の虎ノ門ニュース、大晦日年越し5時間生スペシャルで、最後お酒の席になりました。その席順に注目したいと思います。山田社長が議長、上座順で武田教授77歳、百田先生64歳、須田さん59歳、有本さん58歳、関平さん58歳、武田さん45歳という順になっています。山田社長がお誕生日席に来ていたというのは良かったと思いました。それ以降は主に年齢順という可能性もありますが、同じ年齢の有本さんと関平さんでは、有本さんが上位だったりと興味深いです。コモンパワーかレギュラーパワーか。ゲストでは関平さんしか来ていないというのもなぜかなと思います。また、それ以外の出演者を見てみると、ここに載っていないレギュラーコメンテーターは、常念司さん、井上和彦さん、藤井元気さん、坂東忠信さんとなっています。特に常念司さんはこういった特番は必ず出演していた印象です。これは例のバチバチの影響と個人的には思います。以前は常念さんと藤井さんが人事的にネガティブなことが起きるかもしれないと言いましたが、藤井元気さん、坂東忠信さんの最近の YouTube の再生数が多いです。そうなると人事をいじるとしたら、常念さんと井上さんが候補になってくるんじゃないのかなと思います。また、女性論客で毎週じゃないのは大高さんだけです。なので、ポジティブなことがありそうが大高さん、ネガティブなことがあるかもが常念さん、井上さんという気がします。繰り返しになりますが、個人的には井上さんの au シリーズは好きです。ぜひ注目度の高い虎ノ門ニュースで発表してほしいと思います。健康くんは変なことばかり気にしてないで、ニュースそのものを見た方がいいよ。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。